8月25日から27日、都内にある奥多摩バイブルシャレーにて、アンテオケ宣教会主催世界宣教セミナーが開催されました。テーマは世界宣教、今、そしてこれから。今、世界宣教の現場は変わってきています。これからどのように世界宣教を進めていけばよいのでしょうか。世界宣教の最前線で働く宣教師たちの生の声を聞き、世界宣教の現状とこれからについて話し合い、考える時間となりました。日本の教会の皆さんが宣教の現場でね、どんなことが起こっているのか、宣教師の先生方を通して知るということが一つの大きな目的ですね。1% しかいないクリスチャンの、日本人のクリスチャンだけど、いや、だからこそ世界でそういう現場の中でね、用いられるんだぞということが、このセミナーを通して参加した人が受け止められたら素晴らしいなと思って。全4回のセッションでは、過去、現在、未来の世界宣教について検討しました。世界宣教に対する日本の教会の貢献と課題、激しい変化の中にある宣教の現場でどのようにアプローチができるのか、これからの可能性とチャレンジについて話し合いました。与えなさい、そうすれば与えられます。小さな日本、少ないクリスチャン、そうじゃない、そういう状況の中にあっても与えなさい、そうすれば与えられます。これが近代から続いた世界宣教の中で証明されてきたことなんですね。私たち神の国の論理は、まず豊かになってから与えるの、与えなさい、そしたら与えられる。分科会では、職業と宣教、派遣・支援とその課題、宣教へのステップ、在外邦人宣教などに分かれ、それぞれが重荷や興味に応じて学びました。派遣と支援のとその課題の分科会に参加しました。そして、宣教師を送る側として宣教師の先生から生の声を聞くことができて、とても勉強になりました。海外にいる邦人伝道に対しての、宣教の学びをさせていただきました。私たちも海外で洗礼を受けた方々が教会に来られたり、また私たちの教会から海外に行って、留学する若者たちもいますけれども、本当にその中にあっても、神様につながり、そして最終的には自分で神様とつながるっていう、そのデボーションの時間がしっかりと持つことが大切であるというふうに感じました。世界宣教取りなし祈祷会や宣教師とフェイストゥーフェイスの時間も設けられ、じっくりと世界宣教を考え祈りました。実際に現場で働く宣教師たちの話は、参加者一人一人に大きな宣教のチャレンジを与えたことでしょう。やっぱり直接顔を合わせてお話聞かせてもらうことによって、宣教師という存在も、またあと宣教地自体もより身近になって、日本人だからこそできる宣教アプローチがあります。御国のため、皆が崇められるために、この日本からますます多くの宣教師が使わされていくことでしょう。